ございます。はい、こんなぬるっと始めてるんでいいんですか。あ、わかりました。はい、メタニウムがを紹介しろってことですね。はい、はい、僕を取るよりも先にメタニウムを取っている。はい、両方取っときます。はい、はい、了解。あ、いや全然大丈夫です こちら主役なので、はい、はい、何を話しましょう。コアソリッドボディにすごいの入っちゃったぞっていうのは黒田さんの動画で勉強してきたんですけども、はい、改めてこういうところがすごいぞっていうのと、こういうシーンで使ってほしいみたいな。そうですね、まあまあ、メタニウムが単純に皆さん、DC 化したんだろうなぐらいの感覚だと思うんですけど、まあ、今おっしゃった通りこのコアソリッドボディの中に、まあ、これ本体 B っていうんですけど、こっち側を、はい、今昔からそうでした、本体 B っていうんですけど、この右側のギアボックスじゃない側ですねに、まあ、これしか今もうないんですよ本体 B って。で昔はねこの右側半分というか、はい、ギアボックスじゃない側半分が全部ごっそりで本体 B って言われたんですけど、それが、まあ、こんだけになって、まあ、ただこの中に、DC ブレーキを全部搭載するっていうことで、すごく、開発の皆さん、まあね、会場いるんで皆さんもしね大阪とか名古屋とかでも聞いてもらえたらなと思うんですけど、はい、搭載されてるっていうのがまず1個目すごいところで、でかつ、まあ、特にねこれ20メーターでめっちゃ多かったと思うんですけど、まあ、これ落とすっすよねみんなね、こうやってね、はい、僕すごいいろんな動画で見たことあるんですけど、はい、やっちまった系動画、はい、それがやっぱまあ起きなくてもいいように、まあ、外で今まで、まあ、中でねこのモード、これナイロンクロロピーって調整してるんですけど、このモードって中にいたんですよ、はい、で外の5段階だけ、外にいて、まあ、大体ここで済ませてほしいけど、やっぱり極端に風が強いとか極端に違ったルアーを投げるってなると、まあ、中もモードごと変えざるを得なかったんですけど、それがまあ両方とも外に出てますよと。なのでまあね、すごいのは1個まずこの、コアソリッドボディに入ったってこともそうなんですけど、プラスアルファで中をいじらなくても、なんで単純に言うとこれを開けなくてもよくなった、現場が開けるってことはないんだ。そうですね、それがまあ多分非常に大きかったんじゃないかなと。知らなかった、うん、でましてや今回ってその、まあ、前回でもこっち側って結構したんですよ、値段でいくと1万円超してたんですけど、まあ、今回当然 DC ブレーキが入るとさらに高額になるわけですよ、この、はい、なのでそれがまあもし落としたら、まあ、よりショックの度合いって大きいと思うんですが、まあ、それをね、まあ、今まで以上に軽減させてくれてるっていうところで、まあ、IGC5 なので、まあ、アンタレスとかとは違った、DC 機構なんですけど、それこそカルコンから買ったコンクエスト DC だとか SLXDCXT に入っているようなものと同じものが入ってます。で、まあ、一番僕的に嬉しいのは、まあこれね、メタニウムと、メタニウムっていうか20メタ、なんで通常の遠心ブレーキのメタニウムと触り比べてほしいんですけど、だいぶっていうか、まあ、ほぼ一緒、ほんのちょっとだけ実はこっちがちょっと大きいんですけど、まあ、多分分かんないと思います。なんでそれが、まあ、僕らとしては、まあ、同じメタニウムなのにボディが全然違うよって言われるよりは、同じボディの中に、なんていうんですかね、DC ブレーキと遠心ブレーキで違いがあるよっていうところの方が多分、ね、みんな使いやすいと思うんですよ。まあ、そこら辺が一番トピックスじゃないかなと思います。で、入れれないって言われてましたね。9年間モデルチェンジしなかったんですけど、どうせ入れれないからだろっていうのが、まあ、だいぶ言われてたんですけど、まあ、頑張って入れて、島野の開発陣が入れてくれたっていうようなディールになってます。オーナメントのタイミングで、何を投げるときに DC を組むのか。多分ね、僕はね、もう20メーターしか使わないと思います。あ、はい、全然これアップしてもらっていいですけど、はい、そもそも DC はあんま使わないので、まあ、でも、どちらかというと、それこそソルトの、ソルトシーンだとか、まあ、使うとしても、まあ、それこそちょっと投げにくいもの、スピナーベイトとか、ビッグベイト、まあ、空気抵抗結構 S 字のルアーって多いと思うんですけど、はい、そういったものとかも投げやすいようにはなってます。で、まあ、どちらかというと多分もう DC 使ってる人って DC だと思うんですよ。で、遠心使ってる人は遠心だと思うんですよ。なので僕はどちらかというと DC 使ってるユーザーさんに、まあ、この、コアソリッドボディ含め、まあ、我慢してたと思うんですよね、正直言って。なんですけど、まあ、みんなと、みんなというか遠心ブレーキユーザーと一緒のような感覚で、まあ、使ってもらえるので、ごめんなさい、ちょっと、遠心ブレーキユーザーに比べると4年お待たせしちゃいましたけど、皆さんもよかったら使ってねみたいなノリですかね。ありがとうございます、はい。你可以来，好吧？我来，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 
这东西它就会打不打来，因为你又不能骗人，它就是驴气啊，加强驴，等一下这么少它加强驴。我干什么没劲？什么概念？这个外观最主要就是那就我一个杯子，好了吗？好。これ超かっこよくないですか？ちょっと開いてますね。うおー、メタニウム DC、 これかっちょいいな。ニューメタニウム DC、62,000円の税別。あ、これもね、発売月は未定なんですね。発売する月が決定したら告知しますってことで、ここら辺の色に今年のシマノのね肝があるんですかね。漆黒のネオバーサタイルって書いてありますよ。あ、もう前作から9年も経ってるんですね。メタニウム DC がネオバーサタイル機として生まれ変わります。低完成の MGL スプール3は立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良く、バーサタイル性に優れている、34-19mm の、採用。ブレーキはスプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整する DC ブレーキを搭載。遠投性能と対ブラック、遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるニューファームウェアを採用。低振動化を図る S3D スプールサイレントチューンによるキャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアを X チップで、強固に支持。さらにコアソリッドボディによる高剛性化と、自重の、軽量化を両立しました。質感高く深みある、黒基調に仕上げた外観はフィールドで、映えね、所有感を、高揚させますということで、これ全部なんか映えそうですね。黒っぽいね顔にバンタムとかに合わせたらなんか全部かっこよさそうですね。軽くなっちゃったりしてるのかな。あ、これもねコンセプトムービー、あ、伊藤匠プロによる解説のムービーがありますんでね、これシマノのホームページからすぐ入っていけるんですぐチェックですね。で、キーフューチャーとしては、こちらも低完成の MGL スプール3を、採用して、そんで、DC が乗っていて、すごい細かくコントロールされた、使い心地が体験できるよということですね。インテリジェント DC ニュー IDC5 が、搭載されている、まあ最新の DC 機構が体験できるメタニウムだよ。まあ間違いないよな。あ、従来の DC でブレーキ精度比較イメージ図って、従来の DC で十分制御してくれてますからね。まあ去年はね、あのダイワからもついにねコンピューターブレーキのね、リールが登場しましたから、そこはね、シマノね先にコンピューターブレーキやってるよっていうねところをね、こう意地を見せてくるんじゃないかなと。このあと、まあなんていうんですかね、コンピューターブレーキ合戦にねなっていってほしいなって。ダイワ対シマノでね、ここは戦い続けてどんどんねすげえことになっていってほしいなって思いますんで、シマノこれ多分当社非だと思うんですけども、こんだけ従来の DC ブレーキから24メタニウム DC は精度が上がってるよっていうね、使いできて、もうここら辺はもう実際投げてみてって感じですけど、従来の DC でねうわ聞かねえななんて思ったこと一度もないんで、まあここら辺はもう間違いないのかななんていうふうに思いますけど、ここにもコンセプトムービーがありますんで、気になる方はシマノのホームページへゴー。あ、で、その DC 機構が搭載されていて、 MGL スプール3でコアソリッドボディのリールが出てきたよっていうことなんですね。このコアソリッドボディはね、そのまあ、メタニウムでもう十分すぎるほどね体験体感させていただいておりますので、ね、それに DC ブレーキの機構が乗っかっちゃったよっていうね、これはもう間違いない勝ちと。まあ、ここにもやっぱ質実剛健っていうね、多分今年の
これがキーフューチャーなんじゃないかなと思うんですけど、まあキャッチフレーズなんじゃないかな、うん、これもカチッとしたねボディに全部封入してきたよっていうね、まあアメリカで戦ってんだから成績出ちゃってんだからっていうね、そういう感じのもうほんと信頼ですね。はいはい、ちょっと戻っちゃいましたけど、はい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 、まあ従来の大体、メインの機構は全部盛りだよっていうね、コアソリッドボディで DC でメタニウムのボディで、あーいいなー、まあ海でも使えるんだろうし間違いないなー、これ間違いないなー、これもねスリップフェスティバルでね触ってみたいですね。うわー気になりますね。まずはこの2機種が出て、その先にまたね XG とかタイミングで出てくるんでしょうけども、あもう書いてありますね、71XG 気になるなあ。重さはね 175g から 180g ということで、ここら辺もこの分かりやすいね、ホームページ本当見やすいですね、ここら辺いじると自分にお気に入りのスペックをすぐに糸巻き量とかね見れるように分かりやすくねホームページ仕上がっているので、ここでチェックしてっていう感じですかね。いやーメタニウム、メタニウムシャローエディションときて漆黒のボディになってメタニウム DC がやってきたよっていうね、はい期待裏切らないですね。